様こんにちは。マスターオブワインの大橋健一です。このプログラム大橋 MW のワインインフォは、私が社長を務めさせていただくワイン専門店株式会社山陣の企画となります。月に一度オンラインショップでおすすめさせていただいているワインセットの中からワインを1種類取り出し、そのワインにちなんだ背景やストーリー、香りや味わい、そして勉強のポイント等をお伝えさせていただきます。さて、9月から10月にかけてのワインセットのテーマはズバリナスです。というのもこの時期、幾分夏の疲れが出てきてるなとお感じになっていらっしゃる方々も多いことでしょう。そんな方々にですね、ぜひこの秋野菜のおナス、ナスでピリ辛 XO ジャン炒めのような一皿を作っていただき、こちらのワインを一緒に楽しんでいただいて、元気もりもり、健康回復していただきたいと思っております。ワイン名は2018年ピノテッラキシ、生産者はシュグマンワインズといいます。生産国生産地は、東ヨーロッパのジョージア、カヘティ地方になります。このワインの品種キシというんですけれども、このカヘティ地方の、白ブドウになりますけれども、キシというのは、この地方の代名詞となりますブドウ品種、例えばルカツテリであったりムツバネであったり、こういう品種よりも後にテイスティングする品種として知られております。どちらかというとポリフェノール含有が高くてリッチで屈強なワインを作る品種として知られておりますけれども、今回はそのキシから作るオレンジワイン、こちらこんな色をしてますね、オレンジワインになります。さて、この1本を選んだ理由なんですけれども、この作り手シュフマンワインズ、このワインが輸入されてくるのを私は待ってました。非常に高品質で、お値段は比較的リーズナブルな中に収まっております。このワインをあえて今選ばせていただいた理由と、いただきました理由というのが明確でして、キシ、非常にしっかりしている、ものな、品種なんですけれども、非常にフレーバーに富んでいて、方向性が高いんですけれども、いかんせんですね、ポリフェノール分が強すぎて比較的グッと屈強な感じに仕上がりやすいんですね。ところが私のイメージの中では、このシュグマンワインズのビノテッラシリーズ、まあ、いわゆるクベブリというアンフォラ容器の中で、皮ごと熟成させたオレンジワインなんですけれども、このシュグマンワインズの、オレンジワインは比較的ライトに仕上がることで知られております。冬にですね、このキシをじっくりと楽しんでいただくのもいいんですけれども、シューマンワインズのキシの場合は私からするとですね、秋にいただくオレンジワインというイメージが強くてですね、ぜひぜひ、この秋冬の入りぐらいまでですかね、じっくりと楽しんでいただきたいワインなんですね。このシューマンワインズには、ジョージアで非常に有名な、オルゴという生産者さん、このオルゴも日本には輸入されてますけども、このオルゴの当主であるゴギ・ダキシュビリさん、ジョージアきっての醸造コンサルタントになります。このゴギ・ダキシュビリさんが関わっておりまして、品質の方も非常に高く仕上がっている一本になります。それではテイスティングさせていただきます。色も中程度の、まあ、琥珀色をしてまして、まあ、オレンジワインであることはもう見てすぐ分かります。実際に香りにはですね、熟したアプリコットであったり日本の百目柿みたいな、そんな印象がありますね。オレンジワインの中ではもっと、本当に熟したオレンジのような香りを呈するものもありますけれども、全てオレンジの皮を持ってますね。柿であったりアプリコットであったりオレンジであったり、またビワであったり、そういった果物の香りがするんですけれども、ぜひですね、皆様にはビノテッラもテイスティングしていただいて、このワインの中にどんなオレンジの果物があるかを読み取っていただきたいですね。これそのオレンジの果物で、果物の風合いでそのオレンジワインのキャラクターが非常にその決まっていくので、そんな勉強をぜひこのワインでしていただきたいという思いもあります。ナツメグのようなスパイスのヒントもありますね。また味わいの中には、ポリフェノールの
ポリフェノールによるグリップがしっかりと感じられますので、このポリフェノール分の存在というのは、おナスのような野菜の繊維質に非常に同調してくれると思います。またこれをですね、少し冷やし目、まあ12度から14度ぐらいでいいんですけれども、そのぐらいの温度で出していただくと、ピリ辛エクソジャン炒めのような口の中のオイリーな、また刺激的な感じをクリーンアップすることができます。そういう意味でオレンジワイン非常に同調する、非常に優れたスタイルのワインであると言えるでしょう。ヴィンテージは2018年、まだまだ若いですけれども、この若さがある、グリップ感があるうちにこのピリ辛エクソジャン炒めには楽しんでいただきたいと思ってます。市場ではだいたい2000円台で、流通していることが多いでしょう。そんな非常にお茄子に相性のいいワインになります。今回のインフォメーションは以上になります。これらの情報が、皆様のワインのある生活に少しでも楽しさ、美味しさを与え、またワインを勉強していらっしゃる方々に対しても少しでもお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。